先輩とお寿司を食べに行った時のこと。僕の就職祝いということで、少し高価な、いわゆる回らない寿司を食べに行きました。中トロと炙りサーモンでお願いします。あいよ、じゃあいただきます。美味しいです。味も店の雰囲気も最高でした。めっちゃ美味しいですね。しかしこの後、悲劇が起きました。あ、醤油がついた。しかもなんでこんな時に限って白い服で着てしまったのか。大丈夫です。後悔し落ち込んでいたその時でした。突然の出来事すぎて、なんだかもう笑えてきました。醤油はな、炭酸水かけときゃすぐ落ちるよ。あ、そうなんですね。もう落ちただろう。ごゆっくりと。ありがとうございます。大将の思い切りの良すぎる行動は神対応なのか、でも美味しいっす。まあ汚れが落ちたからいいですよね。